何科の学生ですか？電気電子工学科です。その電気電子工学科はどんな勉強をするところですか？今までやってきたものは、プログラミングや、ロボット制作などを行いました。いつ頃から高専を目指し始めましたか？まあ、進路を考え始めた中3から考え始めました。目指そうと思ったきっかけを教えてください。目指そうと思ったきっかけは、もともとロボットについて興味があって、両親が高専だったから、その両親の勧めもあって、その目指しました。はい、中学校の頃の得意科目は何ですか？中学校の頃は英語が得意でした。ははい、公立や私立の高校は受けましたか？い。私立は受けました。はい、受験勉強はいつ頃から始めましたか？自分で言うと13に入ってから始めました。塾などは通っていましたか？塾は中学2年生の時から通いました。はい、高専で部活動に入っていますか？入ってます。何部に入っていますか？レモンに入ってます。はい、高専に入学してから驚いたことはありますか？先輩の私服でいたことですかね。はい、ありがとうございます。次に、高専に入学して良かったと思うことは何ですか？普通の高校とかだと、3年生から3年生まで、確か、交流ができないけど、その高専では1年生から5年生まで、で、幅広く交流ができるからいいと思いました。はい。寮に入っていますか？寮に入っています。はい。寮食や学食は美味しいと思いますか？普通ですかね。特に自分が美味しいと思うメニューはありますか？カレーとかが普段に美味しいですかね。はい。寮は楽しいですか？はい。今日は楽しいです。はい。楽しいです。どんなところが楽しいですか？気軽に友達の部屋に行って遊べるところですかね。次に、高専の試験は大変と思いますか？大変だと思います。まあ、どういったところか。まず、赤点が60点っていうところと、あとは、覚えることが多い部分が大変だと思います。はい。じゃあ、自分なりの試験勉強方法を教えてください。まあ、とにかく、ワークとか、そういったものの数をこなして、もう頭に無理やりでも入れることが重要かなと思います。まあ、高専を目指そうと思ってる中学生なのに何かアドバイス的なのをください。アドバイスか。一言。まあ、高専はいろいろ充実してて楽しいので、まあ、頑張りましょう。はい、ありがとうございました。